皆さんこんばんは。皆さん本当にお久しぶりです。ショールームでは夢見姫じゃないですか。ありがとうございます。ミュートになってる？声聞こえてますか？聞こえてる、よかった。バタルさん、たい焼き、ピンクのたい焼き、ありがとうございます。食べます。聞こえてるよ、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。なんでこんなに、本当は9時ぐらいにやろうとしていたんですけど、なんでこんなに早くやったかっていうとですね、髪の毛を切りました。じゃーん、これです。あんまり見えてない、よいしょ。髪の毛切りました。髪の毛切って、かわいい、ジョーさんかわいい、ありがとうございます。髪の毛切ってちょっとね、美容師さんに髪の毛巻いてもらったから、早く見せたい、早く見せたいと思って見せたかったんだけど、もう巻き取れちゃいました。サプライズ、サプライズです。髪の毛切ったのサプライズって教えたかったです。だーちゃん甘いありがとうございます。そうだから早くやりたいっていう、巻き取れました。かなさん似合う、最適、最適なやつ、ありがとうございます。あ、ひさのりさんかわいい、ありがとうございます。あんまり見えてないけど、こうやってやったら見えるから、見て、こんなに短くなりました。それを言いたかっただけそれを一番最初に言いたかっただけ。かわいい、大好きさんかわいい、ありがとうございます。わ、来た、ありがとうございます。豊黒さんいつもありがとうございます。走る、そう、髪の毛切ったから見せたかっただけですちかさんかわいい、ありがとうございます。髪の毛切ったかわかんないよね。でもね、めっちゃ見たらわかる。これ、これ、これ、こんなに、ここぐらい、もう見えないまで髪の毛あったんですけど、切りました。だから後で X とかにもいろいろ載せよう。じゃあ終わっちゃわないんですけど、終わっちゃわないんですけど、先に言いたかっただけです。かわいい。ユミカさん、たい焼き。ありがとうございます。パク。豊黒さん、白いペン、水色か、水色ペンライト、ありがとうございます。かわいい。トップスマートルシー、クチーシャもお姫様、お姫様だって、ありがとうございます。そう、これは星が消えないうちの遠足の時に実は着ていた服です。じゃん、これもつけてました。実はあとね、ここの前髪も切りました。横の毛、横の毛だって、横の毛も切りました。見て見てください、切りました。ありがとう、ゆみかちゃんかわいい、ありがとうございます。あ、しんくんさんもかわいい、ありがとうございます。ダミさんもありがとうございます。たこ焼きじゃない、たこ焼きじゃなくて、なんだっけ、たこ焼きじゃなくてたい焼きだ、ありがとうございます。会えるの楽しみ、嬉しい。触覚ってやつ、ゆみ触覚っていうか、前が、ゆみの前髪ない人の前髪ってやつです。
たい焼きキットの久しぶり、本当に久しぶりなんですよ。実は自分も15日握手会優位に会うから美容院行ってきたよ。あー、お揃いだ、ありがとう、嬉しい。そうなんですよ、この前お休みしてしまったので本当に申し訳ないんですけど、会場に来てくださった皆さん本当に申し訳ないんですけど、握手会の振り返りがあと15にあるのでお待ちしてます。あとね、僕体とかね、せっかく練習家もしてたのにちょっと体調でいろいろ休んでしまう、握手会も休んでしまったので本当に皆さん申し訳ないんですけど、でも本当にやる気だけ今日は十分だったんですけど、お休みしてしまったので、しかもアリさんにあの代わりに出演していただいたのですごく感謝しています。連絡もさせていただきました。そう、次の僕隊に皆さんお待ちしていてください。本当に早く出たいです、僕隊とっても楽しいので。ありがとうございます、嬉しい、頑張ります。自分も前回公演入った時はずっと体調治らない、気をつけて、お大事に。なんかね、みんな最近さ、本当にあれよね、風邪とかいろいろ引っかって流行ってるから、皆さんお互い気をつけましょう。私も本当に気をつけます。ゆめかちゃん、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。本当に私も健康で生きていきます、これからも。プチトマトさん、だるま、ありがとうございます、ありがとう。だからちょっと早く私も僕隊出れるように、私もちょっと練習 してるので早く出たいです。そう、せっかくねリセットもねちょっとやる機会あったのにちょっとできなかったのもすごい悔しかったです。かずやさん、たい焼き、ありがとうございます。そう、なんか結構みんな体調悪い子も、なんか喉やられちゃってる子もいるので、皆さん気をつけましょう。本当に私もなんですけど、でもゆみやも皆さんのおかげで元気になれたのでありがとうございます。僕らの英雄少年ジェットさん、ありがとうございます。だるま。ね、気をつけましょう。ありがとうございます、皆さん。そう、このね、5月もね、いろいろあったのに、あ、ありがとうございます。18期神吉さん、ありがとうございます。そう、ショールーム。久しぶりね、ごめんなさい。そう、だからいっぱいあったよね。周平さん、たい焼き、ありがとうございます。そう、5月めっちゃあって、やっぱり僕隊の僕の太陽公演に出演させていただいたのが忘れられないです。マシンガンさん、ヤスミンのクマちゃん、ありがとうございます。そう、僕の太陽に公演に出演させていただいたのもすごい嬉しかったです。初見です、ありがとうございます。僕の太陽公演、皆さんたくさん見に来てくださってありがとうございます。黒フェス行けなくて残念だったけど、配信あるから、なんか配信あったんですけど、その配信の機械が壊れてしまったらしいので、なんかまた後日配信っていうか、ちょっと経ったら配信されるみたいです。いっぱい撮られてましたステージから。黒フェス楽しかったです。そう、直近で言えばね、黒フェス昨日出演させていただいたんですよ。本当に嬉しかった。なんかあの夏の防波堤とか、あの星が消えないうちにとか、なんか星とか空とか入ってるじゃないですか。こうやってその時に空さした時にちょっといいなって。黒ヘスもニコニコだっけ、ニコニコ
さんで配信されていた気がする。そう、前髪ゆる巻いてもらいました。髪の毛切ったよ。すごい盛り上がってました。サミゾさん、お花ありがとうございます。こんばんは。そうだから、いっぱい皆さんとねお話ししたいんです。ドラガンさん、ありがとうございます。ミラーボールね、なんかね、野外フェスっていいね。まだ2回しか出演、スパークとクロフェスさんで2回目だったんですけど、野外もいいなって。握手会に来ます、ありがとうございます。ふみふみさん、ありがとうございました。ゆき大野高文さん、ジャスミンのくまちゃん、ありがとうございます。風も気持ちいいよね。なんかね、よくすごい良かった、空とマッチしてね。夏といえば野外フェスね。日焼けめっちゃ心配してたけど、そんなね心配することないくらい楽しく踊っちゃった。あれジャスミンだったんだ、初めて知った。ジャスミンっぽかったから言ってみました。だからすごいいっぱい話したいことがあったんですけど、フリフリの可愛い、ありがとうございます。あ、ダンビさんもありがとうございます。多分ジャスミンだと思うけど、ありがとうございます。クマちゃん、お姫様だって、ありがとう。土曜日の振り返り、初めて会いに来ます、よろしくお願いします。ありがとうございます、お待ちしてます。今日も可愛い、ありがとう。なんか髪の毛切っちゃったからツインテールしたかったけど、どうなるか不安です。ほのぼので始まって可愛すぎて困ってる、好き、ありがとう。やっぱりね、5月の振り返りしちゃうんだけど、やっぱり僕の太陽公演に出演できたのがすごい嬉しかった。振り返りの日は本来着る予定だったコーデにする。そうです、なんかね、お人形さんみたいなコーデにします。こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。デウスさん、ありがとうございます。パクパクパク、たい焼きはチョコ味が好きですね。体は大丈夫です、本当にご迷惑おかけしました。元気です、ありがとうございます。何センチくらい切ったの？ここくらい、もう目、あのね、手が見えないぐらいまでにあったんですけど、これぐらい切りましたね。あと5月にあの山根鈴葉さんの壮行会にも出れたことが嬉しかったです。呼んでいただけるとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。一緒に劇場も建ててすごい嬉しかったです。こんばんは。そう、結構切りました、髪の毛30センチは切ってないけど切りました。元気になってよかった、ありがとう。ずんちゃんにはずんちゃんさんずんちゃんって言っちゃった、ずんちゃんさんにお手紙書きました。女王さん、ありがとうございます。走ります、嬉しい。ミラーボール、そう、お手紙書かせていただきました。お手紙とあのプレゼントを渡しました。なんか使ってくださってるそうなので、とても嬉しいです。劇場で見ててびっくりしたね、見てみもいてびっくりした、ありがとう。すごく優しい方です、本当に。でも連絡くださったり今もしてくださるので、とっても嬉しいお気持ちでございます。おでこ綺麗だって、ありがとうございます。
ね、5月もいっぱい皆さんやりましたけども、皆さんどうでしたか。豊倉さん、水色ペンライト、白のペンライトありがとうございます。でもいっぱいなんかね、5月マジ毎日いろいろね踊ってたから、いろいろなことがあったんだけど忘れてっちゃうね。お洋服かわいいね。気づいたらさ6月になってたの、本当にびっくりした。ゆめみもゲームどう？そうなんですよ、そういえばですね、ドゥームズデイっていうゲームをやらせていただいてて、それに優勝すると広告が載るんです。私たちのゲームやってる3人の、あと優勝特典もファンの皆さん参加させて参加してもらったらあるのでお願いします。ぜひ待ってほしい。ゲームね、あれ意外に難しいんですけど、今ねすごいゾンビのゲームなんですけど、ゾンビ倒すの苦戦してるんですけど、ですけど絶対ね、本当に同盟入ってほしい。難しいよね。ありがとうございます、入ってくれて。こんばんは、はじめまして。18期神おじさんありがとうございます。パクパクパク、まだコツがつかめない。わかる、夢もコツつかめてない、正直。でもとりあえずねゾンビを倒して今戦力を上げてます。ダンビさん欲しい、ありがとうございます。やってみよう、みんなやってみよう。一回同盟だけ入ってみない。今日20ステージクリアできた、よかった、ありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。遊びに来たよ、ありがとうございます。そう、ドゥームズでみんな一緒にやりましょう。6月の1ヶ月間ですね、あるので、あと4日後に中間っていうか集計あるので、今から参加しても全然間に合います。本当に同盟入ってほしい、私も。今更ってこれ全然ですよ、本当に嬉しい、入ってくださるだけで嬉しいから、全然今更とかじゃないよ。ちゃんちゃんさん、たい焼きありがとうございます。パクパクパク、レベル 25？ でもレベルがね13?4? になったら13だっけ、13か14かな、なったらね100ポイントゲットできた気がした、忘れちゃった。ゲーム暇さやったらポチポチしてました。昨日もクロフェス終わってからポチポチすぐしました、のんちゃんさんと。ケンイチさん、あれ名前たこえたたん焼きありがとうございます。まんちゃんさん、お洋服かわいいけどお出かけしたの、髪の毛切りました。今来た皆さん、私は髪の毛切りました、後で写真載せるけど、それをショールームでサプライズ公開。ね、16頑張ろう、みんな頑張ろう、ドゥームズで絶対勝ちたい。お洋服かわいいね、ありがとう。ゆうみも意外にやってるので夜遅くまで夜遅くまでだから、助け合おう。ごめんまだ、全然だよ、一緒にやる、
普段ゲームするのみ、普段全然ゲームしないんだけど、音ゲーやってる。音ゲーしてます。はい、ずっと音ゲー得意。ゆみかちゃん甘い、ありがとうございます。一緒に戦おうや音ゲーですかこんばんは。何の音ゲー、あれ初音ミク、名前変わっちゃったかもしれないけど、プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミク、名前変わっちゃったかな、多分変わっちゃったかもだけど、それやってる。一回入れては消しての繰り返しやってるそう、プロセカ、プロセカ、プロセカやってる。で、家に、これ明日までだからみんな見て、私のなんだっけ、名前忘れちゃった。これ野菜の名前が、あ、ケールだ、ケールだ、ケール来てます。なんとか続けてる、ありがとう。ケールのゆめみんです。ゆめみさん、意外に似合ってってるかな意外に合ってるかな、意外にいいかも。握手会で多分オンラインで明日の12時59分までって書いてました。え、今日までだったってなったら明日までだったので、私とお揃いで、お揃いにしましょう。私も待ってるから多分土台もこんな感じ。神奈川県申し込まなきゃ、申し込まなきゃ。そう、ツアーもね始まるんで、皆様、そうツアーのね練習もしてるんです。実は最近とても楽しみが倍増倍増。初見です、ありがとうございます。ツアー待ってます。あと完売おめでとうございます、ありがとうございます。え、ユニ、ダメだよみんなネタバレしたい、したしちゃダメ、ダメだよ伊手前さん、たい焼きありがとうございます。デウスさん、たい焼きありがとうございます。みんな当たる、当たるから何も心配しなくていいんだよみんな心配しなくていいんだよ、ツアーを。え、でもすごいね、楽しそうなしとりでした。多分ゆみいっぱい喋っちゃうからここで制御してるんですけど、大阪公演、昼公演行きます。やったー、ありがとうございます。何でもいいから早く会いたい。じゃあ6月の15かな、プリカヨをみんな持っていらっしゃったら会います。みんな髪の毛切ったから、髪の毛切りたてのゆめみんに会えるのは6月15日です。イエーイ。え、本当に髪の毛切ったからさ楽だね、見てそう、振り返りがあります、握手会の。ダンミさん、なんだこれは、かわいいアイスみたいなの、ありがとうございます。パクパクパク。そうですねじゃあ皆さん、でも6月15日じゃなくてもすぐ会えるので、劇場公演とか出演させていただくと思うので、皆さん待っててください。
切る前は18切で一番長かったです。土曜日髪の毛見に行く、見に行った回転するね、僕帯出たいです。僕の太陽公園ってすごいいい曲ばっかで、なんか練習してる時に心に刺さりましたね。毛量はゆいちが一番、 AKB で一番って言われてるくらいすごいです。そう、乾かすのが大変、ちょっと大変だったんだけど、もう完璧。あのね、この前はコヒの生誕祭できて楽しかったです。ね、アズとかスミ応援してきたよ。いいな、家も行きたいな家も行きたい。しきりよかった？ゆみさ、しきりさすごい緊張しすぎてさ、あのダブチェイスでこうやってさ走って出てくる時もさ、うわーってちょっと考えちゃったぐらいすごい緊張してて、あと逆上がりもあったじゃないですか、それもすごい緊張しちゃって、はあどうしようどうしようってずっとなってて、いやあの仕切りがねうまくいかなかったらどうしようと思って、大切なさ生誕祭でさ失敗するわけにはいかないじゃん。だからもう台本を頭にインプット しました。本当に緊張しちゃったよ。え、でもずっと緊張してなんかそわそわしちゃったわ。楽屋でもアズに小さい子で練習してたりしました。結構大役だと思わないですか、生誕祭の仕切りって。え、なんかさ、小日向がさ家見の顔見たらさ、あの泣け涙止まったって言われて、それはいいのかさ悪いのか分かんないよね。ともひさんさん、くまありがとうございます。僕と一緒に入るよ、めっちゃよかった、ありがとうございます、嬉しい嬉しい。いいんじゃない、いいんじゃない、よかったよ、そう言ってくれてよかったね、緊張して、なんかそう、コヒの初めての生徒だったからね、緊張利用しちゃったよ。家もさ泣きそうになったんだけどさ、あのこうやってさ仕切る人が泣いちゃうとあれだしさ、本人より泣きそうになっちゃったからさちょっと抑えた。ね、家もすごい素敵な人に恵まれたなって思います。18期すごい好きだからね。ルイさん弱いよ。ゆみさなんかさピッてさ出てきたさ動画でさすぐ泣いちゃうのね。だからさやばいと思う。ゆうきさんオープンありがとうございます。皆さん途中から入ってきてくださった皆さん、髪の毛切りました、宣伝しときます、髪の毛切りました。こうやってやったらさちょっと姫カットみたいにできるね。姫カットいつかやってみたいんだね山根さんは倉庫でボロボロ映ってた、あれさダメだよ、ない、あれは泣いてしまうよね。でもさ、でもあれはね泣きすぎるとちょっと、もしじゃなんでかめっちゃ泣いてるやんってなっちゃうからちょっと抑えたんだけど、やっぱり寂しくて泣いてしまいました。
お姫様でしょう、これお姫様、お姫様お姫様でしょ、ずっとね家でもラプンツェルの歌歌ってるからね、そりゃお姫様ですよ。そうリボンもねでかくでかいので小顔に見えます。ありがとう。え、でもね前髪さっきいいよって言ってくれたけど、前髪もいずれ作って姫カットやってみたいです。かわいい、ありがとう。え、めちゃめちゃ良かったよラプンツェル。行ったのいいな、行きたいな。前髪あったら多分みんな倒れちゃうから多分作んない方がいいかも。まだオノピーさん、たゆきありがとうございます。そう、子供のこの前ストーリー、インスタのストーリー載せたんですけど、前髪実はありました。そう、可愛すぎて倒れちゃう。でもこうやって久しぶりにみんなとお話できて嬉しいな、ありがとう。で皆さんはさ、美容師さんとかさ、そういうなんかいろいろやってくれるところに行ってさ、話しかけられても大丈夫なタイプですか？美容院とか歯医者さんはあんまないけど歯医者さんあんまりないかもしれないけど、話しかけられたらどうしますか？あとお洋服買いに行った時とか。私はねちょっとあまり得意なタイプじゃないんですけど。タクちゃんありがとう、ペンライトたくさん光っちゃう、ありがとうございます。話されて話すけど自分から話すのが確かに、え、こっちから話しかけるタイプの人いたすごっ。普通に会話するすごい。家もね、なんか家にはこうやっていろいろ髪の毛やってて、やってもらってて、髪の毛切ってもらってて、話してる人いいなってめっちゃ見てるタイプえー、すごいね。なんか、え、話してる人さすんごいいいなと思って。今ねどっちかっていうとあのめっちゃ話したいんだけど、でもちょっと喋れないだんそう、特にねお洋服屋さんにさ行ったらさ絶対話しかけてくれるじゃないですか。だからああみたいな、やっちゃうははんみたいなやっちゃうんだよね。美容室も今日ははんみたいな感じになっちゃったの。いいね、いいね、趣味とか。え、でもお洋服とかはこれどっちが似合うと思いますかって言った、でもどっちも可愛いですよってめっちゃさちょっとテンション上げてくれるから調子乗って買っちゃういつもお洋服美容室でもさあの可愛い可愛いって言ってくださったんだけど、あはってなっちゃったあはってなっちゃったから得意ではないみたい。だからみんなさんはどうかなってちょっと知りたくなったけど、みんな結構結構コミュニケーション力高いんだね。ブルーさん、たやきありがとうございます。え、お洋服店員さん、店員さんと仲良しの人すごー。でもね家もね話そうと思ったら話せるんだけどね、
褒められたら嬉しいよね。わかる、マリアも褒められたら嬉しいです。逆にスイッチ入ったらビヤーって話しちゃうんだけどね。確かに威厳はね、難しいよね。ということで、ここから初めてここから来てくださった皆さん、髪の毛切りました。何でも似合いそう、嬉しい嬉しい。HK さん、かわいい、ありがとうございます。ジョーさん、ラプンツェルじゃないや、ジャスミンみたいなクマちゃん、ありがとうございます。こんばんは。そう、嬉しいです。とってもそういう褒めてくれると嬉しいです。コウヘイさん、たぬき、ありがとうございます。バクッ、こんばんは。そう、髪の毛切ったのさ、本当に嬉しいからさ、何回も言っちゃう。あの途中からさ、今切ってくださった方もいるじゃないですか。ちょっと定期的に挟んでいきたいと思います。なんかさ、あんまり髪の毛巻かないし、普段もだから貴重な写真をみんな撮れたので、皆さんに早くお見せしたいと思います。だから、え、でもね、ここまで切ってみたい。ここまでいつか切りたいです。K-POP アイドルみたいに可愛い、ありがとう。短くても絶対可愛い。のね、あれ家もね、一回短くしたことある。これぐらい。福ちゃん、たぬき、ありがとうございます。こんばんはね。千葉さんもすごい短いのもすごい好きでした。私も大共感。あれは可愛いですよ、千葉さんは。髪色はピンク？髪色、うん、まだピンクじゃないかも。ゆうみさ、昨日のさ、黒フェスも楽しかったしさ、やっぱフェスって楽しいなって思ったし、いろんなアイドルの方と遭遇したし、アイドルの皆さんキラキラして可愛かった。暑かったけどね、風に煽られて髪の毛がうわーってなりました。10曲ぐらい披露しました。ありがとうございます。本当に出演できて嬉しかったです。私も制服の羽やばすぎた。うわー、そう、制服の羽はあの久保ひなのちゃんと初めてじゃないや、久保ひなちゃんと一緒に真ん中で踊りました。はじめまして、フォローしました、ありがとうございます。嬉しかった。制服の羽ね、風すごかったよね。確かに。でもあんな外でさ踊ることってさ、あまりさないじゃないですか。だからいいよね。ね、みんな19期のみんなと話したって言って、19期みんな優しいので、私が話しかけたら話あの返してくれるんですよ。くだらないことでも。あの夏の防波堤の MV も風すごかったね。そうなんですよ、あの夏の防波堤の MV 公開されてます。バーイ。そう、風すごかった。そう、七夏のバーハテの MV も出てるんで、みんな見てください。あのね、あれは夏じゃないのに
あ、冬どっちかって冬だったのに半袖だったんでしょう。だから季節感がすごくて面白かったです。撮影どこだったっけね、千葉県だっけ、忘れちゃった。ふくちゃんありがとう、たやきピンクありがとうございます。寒かったけどでも踊って楽しかったし、海でまさか踊れると思ってなかったから。え、暑かったっけ、寒かったよね。どっちも あった気がした。でも本当にね、晴れ、みんな晴れが似合うからかわかんないけど、空も味方してくれてめっちゃ晴れだった。嬉しかった。ゆみが晴れ女ですね多分そんなことはないかもだけど、晴れだね、晴れが似合っちゃいました。皆さんこんな7時なのに来てくれてありがとうございます。さえちゃんも自称晴れ女なの、どんなのさえちゃん。家見の出る公園いつも晴れてるって。確かに傘さしてことないかも。すごい、こんばんは。死ぬ方に癒しをもらってるよ、ありがとうね。太陽が存在しちゃってるのに晴れてます。太陽です。ふくちゃん欲しい、ありがとうございます。欲しい出てきてないんだけどね、いつも。あと本当に皆さんに感謝したいことがあって、ここに隣に飾ってるんですけど、こんな素敵なものをいただきました。ありがとうございます。これを見るたびに私はすごく愛されていると実感して、すごく中身も可愛いんですよ。私の好きな、そう、生誕祭の時にもいただいたやつをこの前いただいて、すごく愛を感じて受け取りました。帰ってくださった皆さんもありがとうございます。そう、ありがとう。そう、メッセージカードです。これさ本当にセンスが良すぎてさびっくりしちゃった。ありがとう、皆さんの愛をねもっと感じて、こうやっていつもね置いとくだけですごく魂、みんなの魂を感じています。ありがとう。生誕祭すごく好き、自分のもすごく好きだし、メンバー様の生誕も大好き。ありがとう、本当にありがとう。いつもここに飾ってるんだ、見やすいところに。ここに飾ってます。皆さんの愛をとても感じてます。ありがとう、すごく感謝してますね。生誕祭ももうちょっと前のことですからね。ありがとう、本当に嬉しいです。そう、生誕祭ってなんかさ空気変わるよね、いい空気が、よりなんかそれこそお祝いムードみたいな感じだから好きです。小日向の生誕祭も楽しかったし、ね、来年も
皆さんよろしくです。配信も見てくださった方も現地で来てくださった方も本当にありがとうございます。そしてこれを作ってくださった方もメッセージ書いてくださったこともありがとうございます。こんばんは、ありがとうです。こんなに可愛くゾンビ撃ちまくるまくってるとは、かっこゲームだったそうなんです、第2回目の話なんですけど、ドゥームズで皆さんお願いします皆さんドゥームズデイっていうゲームやってるので、ツイート私の X からちょっと遡っていただけるとわかるので、皆さんお願いします。私に同盟入りましょう。チャットもやるし、同盟でヘルプして戦力とか研究時間を短縮もできますから。ゆみかちゃん、これはずっとなんだろう気になってる。星じゃない、氷、色のついた氷、ありがとう、嬉しい。え、弓より戦力強くなったの。そう、ちょっと17金さんに負けちゃってるから絶対勝ちたい。ここに飾っとこう。17期さんに負けてしまってるから絶対勝ちたい。おーちゃん、ニセルペナントありがとうございます。はい、もしかして髪の毛切りましたか。髪の毛切りました。わーいわーい。昨日のクロフェスに来てくださった方しか長い髪の毛見納めでした。今もう短くなっちゃったよ何回目って感じですよね。多分もう10回は行ってるかも。今日は一日お休みでした。お久しぶりのお休みだったので、ルンルンって感じだったので、髪の毛切りに行って踊ってドゥームズズしてっていうやつです、やつやの日々でした。月曜日はそう、毎日レッスンこれから始まるのでちょっと練習しないと。ばんちゃん元気です。髪の毛切ったよ髪の毛切りました。休みなのに踊りますね。踊りたくなっちゃうんです。なんかね、毎日踊ってたら踊らない日があると踊りたくなっちゃうんですよね。こんばんは。髪の毛切ったってコメント増えて面白い。髪の毛切ったふくちゃん、ありがとう。名前忘れちゃった。ダイヤモンドしか出てこない。ありがとう。あ、ミラボルだ、ありがとうございます。嬉しい。あ、この前握手会で踊ってた。そう、踊ってた。握手会でもいつも踊ってる。音楽が鳴ったら踊っちゃうんだ。ゆみちゃんとお姉ちゃんのコラボ楽しかったね。今後もね、さあ、お姉ちゃんがさあ、ちょっとあのショールームする、ゆみがショールームするって言ったら出たいって言ってたんだけど、でも一定数の人しか多分喜んでくれないよと思ったら、そんな素敵なコメントをありがとうございます。じゃあまたやるね。お姉ちゃんにも言っとくね。ねねみん人気ある？よかった人気あるって面白いね。ねねみん元気だよ。ちゃんと服借りたらさ、いつも
怒られてたけどちゃんと借りますって言ってから借りるようになってます最近は。最近エミのダンスが好きになってきて好きになったよ。嬉しい嬉しい、ありがとう、そう言ってくれて。借りパクしたら怒られちゃうから借りますって言ってるちゃんと。ねねみは 18.5 期、ただの私の姉です。ねねみ出てくると感動する。わかった。大輔さん、たい焼きありがとうございます。かずやさん、たい焼きありがとうございます。ともひささん、くまありがとうございます。公園のダンス中楽しそうだよね。本当に楽しい。なんかさ、お休みしちゃったりさ、あの公園に出てない期間がちょっとあったりするとさ、やっぱり公園が好きだなって思って。ありがとうございます。ミラーボール走ります、走ります、ありがとうございます。好きだなと思ったし、僕の太陽公園出たからなんか先輩方のもう間近に見て、よりもっとこうしようとかいろいろ考えようという場面がたくさんあったので、やっぱり公園が好きだしステージが好きです。中心さん、星ありがとうございます。輝きます。僕隊も本当にレベルアップしてまた出たくて練習します。豊黒さん、ペンライトありがとうございます。なんかさ、公演中にさ、目合ったよねってさ言ってくれるけど、絶対目合ってるからね。みんながね心配しなくてもめっちゃ目合ってるから、本当にだから絶対目合ってるって思ってよ。みんな本当に見てるから。でもさ、ただいま恋愛中ではさ、下手側にめっちゃ行くんですけども、上手の方あんまり見えてないと思ってるけど、本当に見てるから。本当に見てるから。しかもさ、探してるよ、もちろんだよ。ケーブンさん、ペネット、ありがとうございます。本当にだよ、本当に目が合ってるし、めっちゃガン見してるから、みんなのこと。実はだからさ、みんながさ、例えばさ、他の子見ててさ、ゆえが見てる時もさ目合わないみたいなさ場合がこっちにもあるのよ。だから私のこともっと見てほしい。ちょっとタンさん、たい焼きありがとうございます。下手の花道いるところ、他のメンバーされた時ね、そうだよ。ビンゴとかみんな下手で、19期のサリちゃんとか見てるけど、ゆえみが見てる時も、みんなのこと見てる時もあるし、18期のゆいちがそっちに来た時も、ゆえも見てるからね。みんな見てるからね。だからでもね、結構水色と白めっちゃさ目にパーンって入ってくるからさ、やっぱりさ野外とかだったらさ、暗くないくてさ、どっちかって言ったらちょっと見つけにくいところもあったんだけど、でもやっぱり屋外だとペンライトピカーンって光るから、目にピカーンって入ってくるから、マジでお願いいたします。あれ、ちょっと家かすみ見たいなと思ったりしつつ、ちょっと家見てます。ありがとう。そうしてください。イエミンのこと見てください。18期で白使ってるのイエミンだけなんですよ。そうです、本当はね白と白にしたかったんだけど、でも水色も好きだったので入れました。走デビューすごい、投資能力がすごい。柱で見れない時もガン見してる、ありがとう。
嬉しいよ。あとさ、あのさ、柱にさ鏡ついてるじゃないですか。下手の後ろの方がこうやって反射して私のところに見えてきてるんですよ。それも見えてます。だーちゃん甘い甘い、ありがとう。そう、なんかさ、マジでどこからでも、え、鏡越しに見えることある？一回あったかな。うん、見てる。 MC の時より見える。ユミカちゃん可愛い、ありがとうございます。監視してるんだ、怖くないよ。あとさ、ユミさ、すごいさ、能力かわかんないんだけど、この前、めっちゃ前に1回だけ言ったことあると思うんですけど、ただいま恋愛中って始まる時に後ろ向いてるじゃないですか。そしたらさ、幕がさ、どんちょうがこうやってビーって入ってさ、みんなさんの持ってるペンライトがさ反射してさ見えるのね。それで水色と白探してる。まーゆさん、ありがとうございます。四角い美味しいの、ありがとうございます。反射するの、あれなんかね、ぼんやり反射してるんだよ。あれ最初ミラーじゃないんだけど、壁に見えるの、光で、真っ暗だから。ユーミンレーダー発動してます。まゆさん、ありがとうございます。いっぱい食べちゃおう。ダンビさん、お花ありがとうございます。そう、みんな見られているよ。だから劇場公演、なんかさ、やっぱりさ、家もさ、アイドル応援してた人だからさ、あのアイドルのこうやって踊ってて目合うとすごい嬉しいから、いやもうやろうと思って、目合ったら変顔しようかな。やめてください、笑っちゃうので。やっぱさ、目合だけでも嬉しいな。そう、上手側はあんまりいけないなと思って、なんて素敵な世界に生まれてきたのだろうの時は絶対みんなのこと見てる。9月28日のツアーの神奈川ヒル夜応募してよ、ありがとうございます。楽しみにしててください。練習してるので。あ、豊黒さん、ありがとうございます。じゃ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 ん。ありがとうございます。はい、そう、なんて素敵な、もう踊ってる時下手もちゃんと見てるよ。下手にさ、違うメンバーの子を見てるのも見てるよ。それぐらいみんなのことちゃんと見てるので、私と絶対目を合わせましょうね、公演多分出演するので。ゆいとさん、たやき、ありがとうございます。あ、皆さん髪の毛切りました。わーい、みんなは来てくれた、お仕事終わりに来てくれた、そこのあなた、そしてお仕事終わりに行けば来てくださった皆様、お勉強学校終わった後に来てくださった皆様、玉ねぎ切りました、イエーイ。玉ねぎ切りました。達也さん、ありがとうございます。だるまだ、緑のだるま、ありがとうございます。
わー、ゆいとさん、ペンライトもありがとうございます。カラフル、カラフル、ありがとうございます。なんかさ、後ろのさ、立ってくださる方もいるじゃないですか、劇場の公演。本当に隙間にこうやって私のうちを持ってきてくださるのも本当に嬉しいから、ありがとうございます。見えてます。すごくお腹が空いてきました。お腹が鳴っちゃいそうなくらいお腹が空いてきました。ご飯まだ食べてなかった、忘れてた。隙間こっちから見えてない、でも見えてなくても夢は見てるよ、ありがとう。夢、ご飯食べるのさ忘れちゃうんだご飯、これからご飯ゆっくりなんだ夜はね。そろそろ晩ご飯の時間だよ、みんなご飯食べてね。よし、立ち見最後なのに、最後の列なのに見つけてくれた時は泣いた、泣いてくれたの、ありがとうミギーさん、かわいい、ありがとうございます。ご飯なんだろう、楽しみ、しっかり食べるよ、ありがとう。え、 TikTok 撮ろうかな、これから。髪の毛切ったし、いい感じに盛れたら出そうかな。ゆみね、キルリンって知ってみてさんがずっと好きなのね、高校生の時から。ずっと好きで一回だけ会ったことあるんですよ、多分本人は知らないと思うんですけど、一回だけ会ったことあって、かわいいってなってたんですよ。はや、ちょっとずっと好きなんです私、だからかわいいって思ってたんで当たると思います。なるほど、そう、ゆみね、実はめっちゃアイドルにめっちゃ会いに行ってたから、ははそう、めっちゃ覚えちゃった、覚えちゃったって言ってくれてありがとう。そう、めっちゃアイドル見に行ってたから、高校生の時に。ゆいとさん、欲しい、ありがとうございます。だからすごく絶対練習してる。あ、今の髪の毛の長さのゆみもめっちゃ可愛くて好きだよ、ありがとうございます、嬉しい。そうだから、みんなの気持ちも少しはっていうか結構分かったりするフェスで好きなアイドルに夏会えたらいいね。実は昨日会ったんですよ、あの、こう、あんまりねこう言って言うのはあれなんですけど、上から見てました、ちょっとだけ見えました、内緒です。おのぴーさん、甘い、ありがとうございます。わ、内緒です。実は今いたんですよ、すごくなんか不思議な気持ちになりました嬉しかったです。みんなみんな分かっては内緒だよ嬉しかったです、かわいい、ゆみかちゃんかわいい、ありがとうございます。さこちゃんです。そう、アイドルめっちゃ好きなので、こうやって昨日もアイドル歩いてる時、あ、アイドルだ、アイドルだってなってました、心の中では。でも実際はお疲れ様ですって感じだった緊張しちゃうよね。尊い、ありがとう、ゆみかちゃん尊い、ありがとうございます。アイドル、確かに今アイドルだった。
これなんだろうね、ずっと四角のアイスみたいなの。焼きそばさん、ありがとうございます。パクかわいい、ありがとうございます。そう、かわいいと思ってくれたそこのあなた、髪の毛が切ったよ。ジョイアミ TikTok 撮ろうっとみ、 TikTok めっちゃ止め撮りしてたやつさ、全部消えちゃった。なんかすごく悲しかった。実はね、携帯をね変えたんですよ。なのでこれ消えてしまったの、すごく悲しかった。あ、もう投稿しよう、毎日投稿してやるって感じだったんだけど、みたいな、いざ開いて投稿しようと思ったら、みたいな、なくなっちゃった。下書きって有効期限みたいなのあるのかな。で、だからもう眠って今何日でもアップできるから、もう毎日載せちゃうぞみたいな。本当に悲しかった。それだけはちょっと悲しいからいっぱい撮らないと。髪の毛切ったからね。たん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 、そろそろ仕事行ってきます、頑張ってください。踊りは完璧、ずっと練習してたから。スヌーピーの番組見たよ、ありがとう。そう、スヌーピーのねでもね、お邪魔させていただいたんですよ。そんな重大なこと話していなかった。見てくださった皆さん、ありがとうございます。音声でいいな。そうなの、そうなの、チケットもここにあるもん。それはアイス食べた時にもらったクリームのやつ。ちょっとね、チケット間違えて折っちゃったの、折っちゃったかちょっと歪んじゃったんだけど、このチケットのここにある。それはさ、私が言ったからさ、皆さんも言ってくれてるのも見たし、ありがとう。同じところに踏み入れたね。焼きそばさん、甘い、ありがとうございます。二人ともコメント上手だった、ありがとう。あ、レモンスでめいめいにズッキリ仕掛けるのを見た、ありがとう。それも見てくれて嬉しいです。リミさ、ドッキリみたいなのかけたことなくてさ、え、誰がやる誰がやるみたいになってたんだけどさ、でもゆうみしか やれる人はいないよって言われてさ、やったの。実はね、そんな裏話もある。なんか19期のプロフィールを作ろうみたいな感じのをに一緒に初めて出たんだ。え、なんかさ、ドッキリがさできないのにさ、リエミがやりないよみたいな感じで来たから。でもメイメイが優しくて本当に助かりました。そっからメイメイとよく話しかけてくれたり話したりするようになったかもしれない。メイメイとそう同い年なんだ、18歳です。ドッキリ担当だってドッキリはかけたい派、かけられてみたい、かけられてみたい。でも同い年です。え、でもさ、ゆみさ、ドッキリとか気づいちゃうタイプかもしれない。逆に、でも一回かけられてみたいし、かけてみたい、すごい壮大な本当に
一回考えのかな、分からないけど。え、穴落とされてみたい。あのさ、こうやってさ走ってって穴落ちるやつやりたい。寝起きドッキリはちょっと NG で全然寝起き怖いけど、でも一回やられてみたい。そう、穴にさドッキリで落ちてるやつさあるじゃないですか。あれ面白そう。怖いけど、寝起き悪い方、寝起き一般一つで起きる人です。こんばんは。ゆいちとかね、騙されそう。確かにゆいちとか面白いかな。じゃあ皆さんそろそろ終わろうかな。お化け屋敷行ってみたすごい、お化け屋敷の中に18期いました。面白ねえさ、お化け屋敷さ、あの5回6回ループしたことある、友達に連れて。すごく怖かったけど、どんどんさどこになるかあるか分かんないからさ、あるって分かっちゃったからさ、なんかさ知らない方めっちゃ怖がってたから、ここからお化け出るよみたいな話してた懐かしい。たくちゃんありがとう。四角いやつ、あミラーボールありがとうございます。ひろりんさん走っちゃいます、嬉しいです。うん、嬉しい、ありがとうございます。お化け屋敷さ、あとさお台場のあるじゃないですか、そこも行ったことある。おのぴーさんありがとうございます。ミラーボール嬉しい、ありがとう。お仕事お疲れ様です。ともひささんありがとうございます。ごまっちゃ、お台場の怖くなかった。お台場のねずっと叫んでたからね、あんまり覚えてなかった。もう覚えてなくてずっと叫んでたから逆に自分が怖かったよね。叫んでたし、えつれてあーみたいな感じでもさ一回行ってみたいよね。すごく怖いと思う。今行ったらもっと怖いと思う。まあ、本当にさ絶叫とか本当に無理だからさ、ちょっと NG。ジェットコースター本当に NG。怖い。にゃんほすさんありがとうございます。ミラーボール嬉しい。嬉しい。嬉しい。そう、バンジージャンプもダメ。本当に怖い。絶叫だからさ、あんまり絶叫乗れないんだ。だからこの前めっちゃ前なんだけど、ユナとアズとユイと夢見でディズニー行ったことあるんですけど、その時もタワーオブテラーを3人で乗ってて、耳は1人でショーを見て写真撮ってました、1人でそんなこともありました。同じだ、同じの人見つけた。こんばんは。スペースマウンテンはね早いのはいけるんだけどね、浮遊感ってやつが無理なんですよ。にゃんほそさん欲しい、ありがとうございます。高いところちょっと苦手なんですよ。高いなんかね、スカイツリー一番初めてロケしに行ったんですけど、時にスカイツリーだったんですけど、ふわーってなっちゃって、小ひなに助けをずっと求めてました。ちょっと足ガクガクしてた高所恐怖症、ちょっと高所恐怖症かも。浮遊感ってさ、あれさ心臓さもう揺れてるよね。
心臓がさドキドキしてきて、こんばんは。観覧車もちょっと怖がり、わーってそんなに怖がるってぐらいちょっとわーって驚いちゃうかも。こんばんは。結構ね観覧車怖いよね。わかります。見てみたいかもね、ふわふわしてゾクってなるのが本当に苦手です。だから本当にさ怖いからめっちゃ叫ぶっていうかさ、めっちゃ孫になっちゃうんだよね。めっちゃ孫になっちゃうし、叫ぶし孫になっちゃうんですねって感じな顔になっちゃうフフフ。怖がるゆめみあまり見たことない。確かにゆめみ緊張の顔ばっかだよねどっちかっていうと。ご飯食べちゃった。全然食べてください。いっぱい元気もりもりになってください。コーヒーカップだからさめっちゃ回しちゃう人本当に。アクスタかわいいね、ありがとうございます。明日の6月11日の12時59分までです多分。あミラーボールありがとうございます。ドラッグ嬉しい。ドライカレー食べた、いいね。ドライカレーしゃれてるね回る系最高に苦手だって。じゃあ回そう指が回しちゃいます。指ね、あれ作るのめっちゃ得意だったんだけど、名前あキーマカレー作るの一時期めっちゃハマってて、高校生の時にずっと作ってた。ブルーさんありがとうございます。走ります。うれしい。お料理ね実はちょっと得意だった。お弁当、あのキーマカレーお弁当持ってってた高校の時。レシピ見れば大体作れちゃう。キーマカレーにめっちゃハマってた時期あった。すごいんじゃん、そんな褒めないでそんな褒めないで。でもさ全然さ最近さ料理とかもさする時間もなくなっちゃったし、したいなって思ってます。大好きさん欲しい、ありがとうございます。欲しい。そうひなちゃんお菓子作ってね、なんか腰のバッグに渡してるけど夢にも欲しいです。料理配信したらさキッチン大公開しちゃうからさ恥ずかしいからダメです。かわいい、なおともさんかわいい、ありがとうございます。スタジオ借りましょう。いいね、それはいいね。ジロリンさん資格ありがとうございます。じゃあ皆さんそろそろ終わろうかな。質問にいつでも答えるよ。リバースでも何でも送ってね。意外なの、料理得なの意外？意外じゃないよ実は得意だったりしちゃったりする。お疲れ様ありがとう。こちらこそです、ありがとうございます、見てくれて。じゃあ髪の毛本当に切ったのでちょっと洒落てるゆめみんを X に載せようと思うのでみんな見てね。ゆめみんは今から TikTok 撮って明日か今日か
いずれ投稿しようと思います。最近ハマってるのは美容です。誰も聞いてないけど自分で答えちゃいました。最近は毎日パック食べてんじゃパックしてます。おすすめのパックはなんかお米のやつずっとしてます。パックしてます。あと美容液塗ったりしてます。わーい、ウィンクしてありがとう。パックね、口に入るとあんまり美味しくないかも不思議な味がすると思う。美容液とかさ、たまに口に入っちゃったらわーってなるから、あんまりおすすめしないです。じゃあ最後にスクショタイムしよう。あ、なおともさんありがとうございます。走るでーす。米ぬかパックよく知ってるねじゃあスクショします。皆さん撮ってください。たくちゃんありがとう。今日はなんか漏れてました。イエーイ。なんかさ、この服とこのカチューシャする日大体漏れてる。イエーイちょっと久しぶりに配信で本当に皆さんお待たせしました。定期的にできるように私も調節するので、皆さん配信するときは絶対来てね、本当にあと本当にいっぱい休んじゃってめっちゃ申し訳なかったんですけど、でもそれでも温かい言葉をかけてくれてありがとうございます。皆さんこれからもよろしくお願いします。お姉ちゃんも待ってます。わかった、お姉ちゃんに言ってくる。え、ドゥームズデーも頑張ろう。本当にありがとう。頑張る、頑張り、同盟メンバー募集中持ってないけど。じゃあスクショタイム、せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3ありがとう。無理しないでね、頑張る。みんなも体調気をつけましょう。ゾンビゲームです。下には載ってないんですけど見てください。ねねみいつか出るから待っててね。こんなさ8時とかさ、ちょっと中途半端いい時間かわからないけど見てくれてありがとう。そう、いっぱい頑張る。いっぱい夏フェス出たいね。やっぱり出演メンバーに選ばれるように頑張ります。まあ、会社ありがとう。こちらこそ。髪の毛がどんどん崩れてきちゃった。じゃあ最後にランキングを読みまーす。13位から13位、これいきます。皆さん大丈夫ですか。こんばんは。いきますよ。の13位、ジョーさんありがとうございます。嬉しい、来てくださって。ひよこちゃんのポーズしよう。ありがとうございます。またいつでも遊びに来てください。ありがとうございます。そして12位、焼きそばさん。わー、あ、変わっちゃった変わっちゃったから13位からまた行きます。13位、豊倉さんありがとうございます。なんかうちわとかさ、めっちゃセンス良くて、あのお話し会のやつも本当にセンスが良くて、いつも楽しく見させてもらってます。本当に素敵なの、ありがとうございます。そして12位、ドラゴンさんありがとうございます。
ぱい髪型を見てくれてありがとう。そしてコメントもいっぱいしてくれてありがとうございます。嬉しい、いつも本当にありがとうございます。そして11位、ブルーさん、ありがとうございます。台湾から応援してくれてありがとうございます。すごく嬉しいです。これからも仲良くしましょう。ありがとうございます。そして10位、福ちゃん、福ちゃんありがとう。嬉しい、この前バレンタインの全身を見せてくれてありがとう。すごく嬉しかったし、いつも振り返りもありがとう、来てくれて。この前休んじゃったから待ってます、ありがとうございます。そして9位、あ来た、9位、ジョーさん、12位から上がってくれてありがとうすごく嬉しいので、いつでもお待ちしてます、ありがとうございます。あ8位、焼きそばさんだ、焼きそばさんこっちに上がってきてくれた、ありがとう。すごくゲームも嬉しいし、すごく嬉しいんですので、一緒に頑張ろうね、嬉しいです。これからもよろしくです、ありがとうございます、焼きそばさん。そして7位、ダーミさん、ありがとうございます。そしていつもたくさん素敵な言葉をくれてありがとうございます。コメントも、あ、そう、嬉しい。多分待って、オンラインじゃなくて多分握手会しかないかもしれない、ごめんなさい。15日は握手会しかない、握手会のは握手会にはできるんですけど、握手会のオンラインでできることを多分できないかもしれないからごめんなさい。でもいつでも待ってます、ありがとうございます。そして6位、ともひささん、ありがとうございます。初見さんって言ってくださったね、ちょっと待ってね、ありがとうございます。嬉しいです、来てくださって。いつでもともひささんのことお待ちしてくれます、ありがとうございます。そして5位、大輔さん、大輔さん野球やってますか時々野球チェック入ります、今年ありがとうございます。この前じゃない、昨日だ、昨日もクロフェスありがとうございます、嬉しい、来てくれてね、ごめんね、ちょっと嘘ついちゃったね、上手もどっちも言ったけどね、下手も多かったかも、ごめんね、ありがとう。でも来てくれてとっても嬉しいです、ありがとうございます。4位、そしてオノピーさん、ありがとう、お仕事お疲れ様です。お仕事お疲れなのに来てくれてとっても嬉しいです、いつもサコラブありがとう、ずっとラブでいてね、ありがとうございます。そして3位、まーゆさん、まーゆさんありがとう、嬉しい。まーゆさんいつもすごい優しくて、いつも優しくて、いやもっとふわふわしちゃう、ありがとうございます。これからもたくさんお話ししましょうね、ありがとうございます。そして2位、たくちゃん、たくちゃんありがとう、いつもかわいいかわいい言ってくれてありがとう。ウィバースもたくさん送ってくれてありがとう。そしてズームズデーも一緒にやってくれてありがとう。なんかいっぱい言ってくれるけどさ、家難しくてさ、めっちゃさ難しいこと言ってくれてるけど、いつもいろいろありがとう。これからもズームズデー教えてね、いろいろありがとう。そして1位、ゆみかちゃん、ありがとうございます。ゆみかちゃんありがとう、さこゆみみってつけてくれてありがとうございます。この前の公演とかもいっぱい見えたし、あそこの席意外に見やすいから、見つけやすいし、ちゃんと見えてたよ、ありがとうございます。フリフリっていうね、笑顔も見えてたから本当に嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そして見てくださった皆さんもありがとうございます、わーい、ありがとう。
配信久しぶりにやったんですけど、おしゃべりがあまり得意じゃないのでちょっと緊張しちゃったん。でも髪の毛が切って可愛いのでよかったん。皆さんありがとうございました。配信ありがとう。こちらこそ。ちょっとねお部屋がすごく暑いので30度なんですよ。お部屋がすごく暑い。すごい不思議な家に住んでるから暑かったです。今日は私のしゃべりがおしゃべりができるか、それか暑くてもうダメになるか、それか髪の毛が可愛くてずっと頑張れちゃうかのどっちか3択だったんですけど、やっぱり髪の毛が可愛かったので頑張れました。嘘です。本当に皆さんと話したかったんです。ありがとう来てくれて。そうまだお部屋ずっと暑いんだ。でも本当にみんながさんがねコメントたくさん送ってくれたのでとても嬉しいです。みんな TikTok 撮ってくるから待っててね。本当にありがとうございました。じゃあ後でツイートするかな。絶対見てください。ドゥームズデーもよろしくです。楽しそうだな。リオリありがとう、ありがとう。じゃあ皆さんご飯食べてない方は絶対ご飯食べてください。そしてお仕事お疲れ様の方は本当にお疲れ様です。そしてお仕事中にこっそり見てくれた皆さん早くお仕事に集中してください。でも見てくれて嬉しいです。はい、バイト中バイト頑張ってたよってみんなもありがとうございます。ご飯食べてゾンビ倒すぞってなんか面白いね。ありがとう。こんな私をなのに見てくれてありがとう。またねー、またねー、バイバーイ。悲しいけど切っちゃう。バイバーイ。